ちびまるこちゃんの、まあ、アニメにクレームをつけたっていう人がいました。んで、その理由っていうのが、年金暮らしのお年寄りにそんなに何度も何度もおねだりするな、ということらしいですけれども、まあ、何度も何度も <laughs>、まあ、確かに <laughs>、何度も何度もやったらっていうのを、 または、おねだりっていうのを、原作でやってなかったっていうんなら、クレームつけるのも、まあ仕方ないと思います。原作にないことをやってるわけですから。ですが、原作にあることをつく、使ってクレームっていうのはないんじゃないんですかね。ちびまるこちゃんは、まあ、正直言って、 結構おじいちゃんが甘やかしてるっていう風な、まあ、設定っていうのはありますけれども、正直あれって、原作者の桜ももこさんの理想の家族として描かれているっていうことらしいですし、実際に、あの、ちみまる子ちゃんの、まあ桜ももこさんの家庭っていうのは、相当にひどかったらしいです。 まあ、父親が蒸発したりとか借金まみれだとかっていう風な感じで描かれてましたけれどもまあ一番の違いはおじいちゃんの性格ってところですねまあ原作のおじいちゃんはとにかく孫特にるちゃんに甘いという設定になってますけれども現実のちびまる子ちゃんの ちめまる子ちゃんじゃない。さくらももこさんの祖父っていう名は、まあ、とにかく家族全員に嫌われていたらしく、祖父が亡くなった時にはもう家族全員で万歳だか喜んだだかっていうエピソードがありましたし、まあそういうのもあるから多少あの甘やかしすぎるっていうのは、まあ許してほしいなっていうのは自分のところではあります。それに、おねだりするなと言っても、 原作でも正直おねだりしている場所っていうのはあるんですよ。<laughs> 自分が覚えている限りでは、まあ、二つありましたね。あの、ちびまる子ちゃんとお姉ちゃんが、<laughs> あの、魚の絵の描かれたノートの取り合いをしたときに、まあ、まるちゃんがお姉ちゃんに取られ、そのノートを取られたからって、 おじいちゃんに泣きついて、ノート、ちょうだいっていう風な感じで、まあ、おじいちゃんが魚の絵をリアルに描きすぎているノートをプレゼントしたっていう風なエピソードがありました。まあ、あれは正直まだ <laughs>、安い方、といえば安い方ですけれども。んで、あともう一つは、ローラースルー55の話ですね。 まあ、まちゃんが、ローラースル、当時流行っているローラースル5号欲しいっていう風に、お母さんに言ったんだけれども、そんなすぐに飽きるからっていう風なので、買ってもらえなかった際におじいちゃんに泣きついて、まあ、その時にローラースル5号買ってもらったはいいんですけれども、まあ、その後に行った寿司屋で、お金が足りなくなって、ローラースル5号返品して、寿司屋のお金を払ったっていう風なの。 エピソードがありましたまあ年金暮らしのためにそう言ったのでお金が足りなくなるっていう風なのもまあわかるんですけれどもまあルちゃんにとってはせっかく手に入れたローラーするゴゴそんなにすぐに返しちゃっててものすごい泣いちゃったわけですよでおじいちゃんとお母さんたちとも喧嘩してでおじいちゃんがそれを不憫に思って 次の年金支給日に対してローラースルー55を丸ちゃんのために買いに行ったんですよ。そして手に入れたんです。しかしそこで事件が起きた。ハマジが使っていたローラースルー55がどうしても乗りたくなって山田と共にハマジに1回50円というのを行って貸してもらったんですよ。で、それで 使ったはいいけれども、まあ、ハマジが、二人いっぺんならいいぞ。ってな感じで言ってしまったのがまずかった。まあ、当然、二人乗りっていうのは多分、そのローラースルー55では、無理なやり方だったんでしょうね。当然、それで、まあ、あ山田も、ル、ま、ちゃんも、 一辺に乗ったはいいけれども、それで、岩に激突してローラースルー55を壊してしまって、そのおじいちゃんに買ってもらったローラースルー55を持って浜地の家に謝りに行った。で、ローラースルー55を壊してしまったためにこれを弁償として渡します。けれども、その後に山田の言った言葉が、まあ、 因果応報っていうか、輪廻転生っていうか、自業自得と言いますか。一回五十円で <laughs> 貸してくれたんだっていう言葉を山田くんが言ってしまったことで、浜ジはみんなの目の前で、激怒さ、母親に説教を喰らうわ。母親に泣かれてしまうわ。 で、結局そのローラーする午後は確か丸ちゃんの元に戻ったと思います。まあこれが一番、おねだりとしては丸ちゃんが一番高いおねだりをした時じゃなかったかなと思います。僕が覚えてる限りではその二つですけれども、おそらく大小関わらず、丸ちゃんは結構おねだりはしてると思います。むしろ、桜ももこさん自身が、 当時、まあ祖父に対してものすんごい、まあ悪い印象を持っていたっていうのが結構もう有名どころですから、そういう風なのの反動に対してああいったおじいちゃんが出てきたんだと思います。今更あの、おねだりがひどすぎるってクレームつけるのは、アニメの方でフジテレビの方に言うのではなく、 どっちかって言えば、リボンを制作していた会社の方に言うべきですね。お角違いもいいところです。んで、ちなみに <laughs>、まあ、半分はそのおねだりした分で、まあ、スポンサーの方のおねだり、ああ ちょっと、今回これおねだりしてもらえますうん、これうちの商品なんですよ。てな感じでやってた分もあると思います。まあ、スポンサーの顔色伺いと言うんですかね。まあ、それでいきゃ、スポンサーの顔を伺うのか、それとも、あまりに子供に教育的に悪いということで性格を変えられたっていうアニメがありましたね。<laughs> クレヨンしんちゃん。これはもう、 今でこそ、しんちゃんって言ったら、まあ、おバカキャラですけれども、でも、あの、キャラクターの、多分、クレヨンしんちゃんのキャラクターの中で、一番友達思いなんじゃないかなーって思います。あと、多分今、 原作そのままのクレヨンしんちゃんのアニメをい作ったとしたらおそらくクレームの嵐でしょ。あんなのクレヨンしんちゃんじゃねえ。元のクレヨンしんちゃんの知ってるのかお前ら。っていう風なクレームの嵐になると思いますけれども。まあ、その人たちに対して、じゃああんたたちこそ原作のクレヨンしんちゃん読んでみな。<laughs> そんな比べ物になんないほどの過激さだぜ。 っていうふうに多分言える人も出てくると思います。まあ正直言ってね <laughs>、連載雑誌が確かアクション、漫画アクションだったかな。まあどっちかって言えば、まあ子供の方向けの漫画ではなくてどっちかって言えばちょっと年齢いった人たちに対しての、まあ年齢いったというか青年とか <laughs>、まあ20代、30代、 に向けての雑誌だと思いますので、まあ、その人たちに向けているということで、正直、原作等は過激なシーンあります。あの、しんちゃんが寝ている間に、ミサイがヒロシをねだって、まあ、そのシーンも描かれています。 シンちゃんが起きてきて無理やりプロレスごっこしてるんだっていう風に、まあごまかすシーンもあります。まあ今こんなの、クレヨンしんちゃんのアニメで描いたら、<laughs> 正直もう、ビビ o やらなんやらめちゃくちゃクレーム来ます。でも、原作に忠実という点では間違いではないんです。正直、スポンサーの顔色を伺ったり <laughs> まあ視聴者が子供だからってんでちょっとマイルドにってな感じの文で話を変えたり性格変えたりっていうのもちょっとなんか考えものですよねむしろあのねねちゃん今でこそまあとにかく ちょっとねねちゃんの考え方に意見しようものならまあバリ造語の嵐ですけれども最初の頃そんなんじゃなかったっすよ思いっきり泣き虫キャラでしたからね <laughs> ねねちゃんのママが隠れてしんちゃんにやられた分のストレス解消のためにうさぎをぶん殴っているところをね,ねちゃんが見たら いつものままじゃないとか言って泣き出すっていう風なのが、まあいつも最初の頃のパターンだったんですけれども、今となっちゃ、<laughs> そのうさぎのちっこいやつが現れて、ねねちゃんがそのうさぎに対してぶん殴るっていう風なのやってますからね。まあこれは原作でもあったんで <laughs>、ただ <laughs>、 まあ、とにかく性格変わりの凄さっていうのは。あとは、まさおくん。まあ、最初の頃もとにかく泣き虫的な感じでしたけれども。<laughs> まあ、とにかく、アイちゃんが出てきてからは、そのアイちゃんにべたボれというか、アイちゃんのためなら何でもやるぜっていう風な、ちょっと、まあ、行き過ぎた。 図太とさが残っ入ってるっていうか <laughs> それで行くとずっと変わってないのって <laughs> 坊ちゃんだけなのかな <laughs> 風間くんにしたって最初はまあ周りをちょっと小バカにするようなっていう風な感じのキャラクターでもあったんですけれども <laughs> ただ最初一回塾のテストで失敗したっていう風な演出があって で、それから <laughs> 帰りにズム濡れの時にまあプリンを食べ過ぎたせいでちょっと <laughs> お腹をくらしてしまったっていうところがあって帰りにしんちゃんとしんちゃんのママに会って <laughs> しんちゃんが 風間くんに。<laughs> うまい。<laughs> 逆だ。風間くんがしんちゃんに対してひどいこと言ったんだ。あの、塾の友達の時にしんちゃんが来て、そのしんちゃんが、まあ、風間くんいつものように遊ぶってな感じで誘ったの。<laughs> あんなん友達じゃないよ。<laughs> あんな馬鹿なことをするの友達じゃない。<laughs> っていう風に風間くんが突き放したんだけれども、 で,で、それをやったエピソードの後で、まあ、しんちゃんとしんちゃんのママに会ったもんだから、とにかく気まずい。で、風間くんにしては、まあ塾の中ではエリート。まあ、ていうか、原作の中でもエリート機質的なキャラクターなんですけれども、塾の中でも結構トップだったけれども、その時に限って、 まあプリンの食べ過ぎで正直テストに身が入らなかったっていうのでテストが散々な結果だったの。でそこで一緒に通っている塾の女の子にもまあ愛想尽かされたというか結局はその程度しか見ていなかった友達だったっていうのが分かったんだけれどもまあそれを思いっきり痛感させられた風間くんは まあ結構愕然と来たわけですよね。でその後にまあ失意のどん底でさらにお腹を下したもんだからまあでその時にしんちゃんとしんちゃんのママに会ってでそこで気が緩んだのかまあ出てしまったわけですよ。 その後に、まあ、しんちゃんに、あの時ごめんな、まあ、あの時っていうのが、友達がいた時に、友達じゃないなんて言ったいうことに対して、ごめんなって言ってるんですけれども、で、もし、まだ僕と友達でいてくれるなら、明日一緒に、かくれんぼしないっていうふうに言ったんです。そしたらしんちゃん、やだ。 で、その言葉で風間くん、友達を、どんどん僕はこうやって亡くしていくんだ、っていうふうに言ってたんですけれども、その後にしんちゃんが、ほら、明日、学れんぼじゃなくって、サッカーやりたい、っていうふうに言って、風間くんが、博多、サッカーやろうっていうふうに言って、 その次の日、しんちゃんと風間くんがサッカーをしているっていう、あの演出があった時に、僕の友達は心がエリートです。っていう風に、風間くんが思う場面あるんですけれども、まあ正直、あの、最初のしんちゃんそんな感じじゃなかったっつ。とにかく。まあ、あれ、引っかき回す。そこら辺の友達やら、先生やら、お母さん、お父さん。 街の人たち、ひっかき回すだけのただ馬鹿やる <laughs> 幼稚園児だったんですけれども、まあ、とにかく、会が進むというか、アニメ化されたりすることで、性格が変わっていったんじゃないかなって思います。んで、まあ、スポンサーとかを、スポンサーの顔色伺いで作られたっていうのかどうかわかりませんけれども、まあ、遊戯王が、 なんか、打ち切りになったっていう風な話がありますけれども、まあ正直わかるような気がします。<coughs> 自分も遊戯王、まあ漫画の方も全部見てますし、アニメの方も正直自分は GX までは見てました。まあなぜかって言えば、 まだ GX までは原作のやり方、原作のバトルの方をほぼ忠実にやっていたっていう感じがありますけれども、もう今となっては原作のかけらもないというか、ただ単に、コナミが遊戯王デュエルモンスターズのカードを出して、そのカードの新しい文が 出てきたときにその新しいカードの出し方や,やり方をただ説明するだけのようなアニメになってしまっていたんじゃないかなって思います <laughs> まあただ昔のように強いカードと魔法カードを出して 相手のライフポイントを削るっていうことだけはまあ変わってないんですけどねまあ進化しすぎた代償というべきか最初の頃の遊戯王ファンがどん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 離れていってしまったっていうのが原因ですかね原作もそういえば遊戯王も正直最初の方と後の方で 遊戯の性格が変わってるっていうか闇遊戯の方だな。性格が変わったっていうのは。大 <laughs> 型さんの方の場合では、まあ、正直、過激さはあんまり変わらなかった。<laughs> けど、まあちょっとマイルド感はありましたね。 ブロックに押し潰されたっていうのが <laughs> 再現されていたり、でも、一番最初の闇のゲームの分のやり方は違ってましたね。原作ではあれは、まあ、金の奪い合いというか、手の上に金乗っけて、それを、まあ、刃物系で突き刺して、それで刺さった分の金をもらえるっていう風な、 形だったんですけれどもまあそれは使えなかったんでしょうね。上りで塔の上からカードをトランプをそれぞれ引いてその出てきたカード数分カードの数字分上に上がっていくっていう風な闇のゲームに変わってましたけれども。 デュエルモンスターズのバージョンになっても、それはちょっとマイルドになってました。例えば、初期のインセクターハガ戦。あの時に、原作では、スターチップと遊戯が自分自身の命でハガに挑むんですけれども、まあ、アニメの場合、風間くんバージョンに変わった場合には、カードデッキに、スターチップとカードデッキ。 をかけて鋼に勝負を挑みまました、まあ、どちらにしても結果は変わりませんでしたけれどもであとまあペガサスの <laughs> 終わり方も変わってましたね原作ではまあミレニアムイをバクラが ペガサスからえぐりとって、ミレニアムアイゲットして、そのまま去るっていう場面がありました。その場合、まあ、ペガサスの生死は不明ですけれども、ま、あその後にペガサスが出てこなかったところを見ると、おそらくあの時点で亡くなってるのではないかなと思います。でも、アニメ版では <laughs>、生きている状態で、 その後にもちょくちょょくく出てきましたまあそこら辺で言えば <laughs> 結構話を変えざるを得なかったって言えばそうなんでしょうけれどもまあ <laughs> 話を変えて成功するのもあればそれで失敗してしまうっていうのもあるんですよね、ま 話を変えるにしても、めちゃくちゃ変えるのではなく、まあ性格が変わるとかっていう風なところに留めてほしいと思います。